はい、えー、それで後半の動画なんですけども、仮にですよ。まあ、絶対ないですけども、私がね、これから誰かに,お金,にお,かりお金を借りることは全くないと思います。全くです。ないんですけども、仮に想定するなら、私が例えば吉谷さんにお金を借りたとしますよね。で、返済日までに、例えば100万円借りて100万円が返せないとします。そうしたときに私ならどうするかってことなんですけども、吉谷さんに、 あ、明日までに返すの難しいなってのは別に前日とかに分かるわけじゃないですか。その時に、早手を打ってね、連絡します。吉田さんと、100万円お借りして、明日100万円を返す約束したんだけども、どうしても100万円は返すことができません。なんとか工面して、50万は作りました。だから50万円を一時的にこれから入金しますんで、残りの50万はもうちょっと待ってもらえませんかっていう話をしますね。もちろん、 満額返すのが当たり前なんで、50万円で免罪符になると思いませんし、100万円作れなかったことは、50万円払っても消えない事実ってね、生涯の信頼を失うことには変わりないと思いますけども、ただね、信頼を失うにしても、あ、でも50万は払ったんだな、連絡はしてきたんだなと。まあ、そこはそこで見てやろうじゃないかっていう風な可能性にかけますよね。数学のテストで言うと、部分点をもらうって感じです。 それが別に50万じゃなくてもね。じゃあ、たった1000円とか1万円はないんですかって話ですよ。ね、その100万円を貸した、吉田さんが貸した人。返す日にね、音信不通、それも、まあ、どういったものか分かりませんけども、吉田さんと、あれほど言ってくれた、100万円信頼して貸してくれたけども、100万円ね、どうしても工面できなかった。今ね、手元に3万円しかないんだ。 この3万円を払うと、明日の交通費も、飯代もない。でも、この3万円、100万円借りて3万円しか返せないってのは、恥ずかしい話だけども、どういうことやって話だけども、この3万円だけ入金させてくれと。そして、残りの97万円は、これは、明日でも明後日でも、出来次第少しずつでも払う。頼むよみたいなことはね、せめてするべきだと思いますよ。だって、どんなところにバイトに行ったってね、日当5000円くらいは稼げるでしょ。となると、 20日間働いて、じゃあいくらになります ?10 万になるでしょ。200日働いて100万を返済できるわけですよ。まあそういうふうな改めての返済計画を立てて、ごめんなさいすることぐらいは私はできると思いますよね。それすらしないってことは、まあ最初からね、金ができなきゃ、もうそのままとんずらしよう。もしくは、金を借りるまで一生懸命でそこからはとんずらしようという、まあそういう気持ちだと思うんですよ。例えて言うと、 バキューンマトリックスアフィリエイトね商品売るまでは一生懸命いろんなプロモーション対談でエビデンスがないエビデンスね二2チャンネルから300万アクセスを流,れし流し込んであなたのサイトをアクセスアップさせますこのモンスターサイトがあるんですねそんなもん全部嘘入金したらドロンコンテンツ送られてこずドロンねいわゆる金貸してくれ詐欺ってやつですね 多分、お金を借りてドローンする人が、商品売ってドローンする人よりも多いんじゃないかなと思いますよね。<laughs> ということでね、信頼の向こうに詐欺がある。この言葉は、そっか塾の黄金句として、これからも語り継がれるでしょう。いってらっしゃい。